ははいどうもさんこんこにちはです今回もね「ポケモンスカーレットバイオレット」やっていきたいと思いますさあというわけで本日は10月5日の木曜日ということでいよいよ明日ですね3つ つのイベントが始まりまりすとでそれと同時に終了してしまうイベントもありますということでそちらのイベント詳細についてすべて、ね、皆さんに今回は紹介していきたいと思いますなのでねポケモン好きの方は是非最新のイベント情報をこの動画でチェックしていってください というわけで早速、明日から始まる3つのイベントについて紹介していきますではまずは1つ目のイベントの詳細をですねこちら、ポケモン SV のお知らせを一緒に見ながらチェックしていきましょう。 はいそれがですねこちらになります、最強の翡翠ジュナイパーレードイベントですね、こちらがなんと明日10月の6日の朝9時から10月の9日まで、まあ、つまり3日間限定で開催されます、なのでぜひ皆さんね、ねこの3日間の間にこの翡翠ジュナイパーを倒して捕まえてみてください、まあ、一応ね2回目の開催期間として、13日から16日までの間も開催されるといった形になっております。 で今回のね最強翡翠ジュナイパーはこの通り草照らすタイプで登場しますで対策ポケモンの方はもうすでにね僕のチャンネルで紹介しておりますのでもし育成したい方はね概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ、ね、そちらの動画参考にしてみてください。 そしてもちろん今回もですねこのように最強の証し付きとなっておりますので、超特別個体となりますぜひね皆さんに捕まえていただきたいと思うんですが、まあ、こちら注意点としましてはここに書いてある通り一つのセーブデータにつき一匹のみしか捕まえられないので、まあ、つまり、これ捕まえるときはですねぜひどのおしゃぼに入れるか選んでから捕まえるようにしていただきたいと思います。 では続きまして2つ目のイベントね紹介していきたいと思います。こちらも明日開催されるものですね。でこれに関しても SV の、ね、お知らせの方から見れますので今から、ね、一緒にチェックしていきましょう。 はいそれがこちら、ですね北上プロローグとなります、こちらは、ですねゼロの秘宝、前編、緑の仮面がリリースされたことを記念して、まあ、開催されるイベントとなるんですけども、開催期間は、です、ね、翡翠ジュナイ・パーレードと同じく、10月の6日朝9時から、10月9日の朝8時59分までの3日間限定となっております。 ちちなみにこちらねエントリー制となっているんですけどが、まあ、今回、結構フレキシブルでしてこの開催期間中にもこのエントリーができるという意味で、まあ、今からでも遅くないですし明日明後日でも全然、ね、エントリーしても間に合いますのでもし参加したい方は、ねまあ後からゆっくりとエントリーして参加することもできますのでその辺りがね今大会のいいところですよね。 で対戦ルールですけども今回結構特殊でして北上図鑑のポケモンのみが使用可能なダブルバトルとなっております、まあ、なのでねパルデア図鑑のポケモンが結構使えないポケモンが多いと思いますのでそこはねちょっと注意していただきたいと思いますでまあついでにですね今回この北上プロローグ開催されますけども、まあ、今回初めてこういうねオンライン大会に参加するという方もいると思いますので今からはどうやったらねこれにエントリーできるのかそして どうやって参加できるのかっていうねその方法を紹介していきたいと思いますまあ、めちゃくちゃ簡単ですまずはポケポータルに入ってまあ、この画面にねしてもらってそしてこのバトルスタジアムというとこを選んでもらいますそうするとねこの画面に行きますのでこの 上から3番目のインターネット大会というとこに入ってくださいそしてこの右側の大会議を探すというとこを選んでいただくとはいこちらね北上プロローグのエントリー画面に出ますなのでここでね自分のバトルチームを選んでエントリーしてみてくださいで明日実際にね北上プロローグが開催されましたら同じところからね参加して誰かと対戦できるようになりますのでぜひ、まあ、ねこの3日間オンラインバトルをね楽しんでみてください それではではすね最後3つ目のイベントを紹介していきたいという,ふうに思います、はい、それがねなんと、こちらになります帰ってきた名探偵ピカチュウですねそれがなんと明日いよいよ発売になりますまあ、これはですね7年前の2016年に発売された Nintendo3DS 用のソフト名探偵ピカチュウの続編になるものですね まあなので、前作が気に入ったという方はまあ今回もね買うという方が多いと思うんですけどもちょっとね僕の事前調べによると71%ぐらいの人がまあ買わないというふうに答えているのでま割合的にはちょっと今回買う人は少なめなんかなという感じもしますけどもまあ間違いなくね内容は面白いと思いますのでぜひねちょっと早めにやり込みたいんだという方は今のうちに予約をしておいた方がいいんじゃないかなと思います。 ちなみにこの帰ってきた名探偵ピカチュウの発売を記念してですねポケモン GO の方でもイベントが開催されますでそこではですねこの名探偵ピカチュウとあとは帽子をかぶったヤドンというね特別なポケモンがゲットできる仕様となっておりますのででそのイベントがですね本日の10月5日朝10時からスタートとなっておりますのでぜひね捕まえたい方は今回のイベント参加してみてくださいでこのポケモン GO のイベントに関しては10月の5日から10月の9日 9日日ままででののの4日間限定のイベントになってますのでぜひ皆さんにはね忘れずに早めに参加していただきたいという,ふうに思います。というわけで以上ね、ね明日始まる3つの重要なイベントについて紹介してきましたけども今からはですね明日終了してしまうイベントというのが1つあります。ででそちらはですね結果 こう重要で注目すべきイベントとなっておりますので、まあ、今回ねついでに紹介していきたいと思いますはいこちらですね雷光エンテイスインの純伝説3体のポケモンが、まあ、現在ね「ポケモン GO」の伝説レイドで現れているというようなイベントがねもう明日終了してしまいます でこのイベントがねなぜ注目すべきイベントかと言いますとポケモン SV にね大きく関係がありますまあ、以前もね紹介したんですが後編のね青の円盤ではこの3体のパラドックスポケモンが出てくるということがほぼ確定しておりますので、まあ、つまりパラドックスポケモンが出てくるということは現代のポケモンもねこの3体の純伝説も内定する可能性が非常に高いと言われております。 ですのでポケモン GO を、ね、結構やっているよーっていう方はこの機会に絶対忘れずにねこの純伝説3体を捕まえておいた方がいいと思いますちなみにそれ以外にもですねシャドウファイヤーのシャドウ伝説レイドというものも現在開催されております、まあ、ただいずれのレイドに関しても伝説レイドということでかなり強いですので、まあ、掲示板なりね活用してみんなで協力して倒すようにしましょう ってなわけで今回はまあ明日始まる3つのイベントと終了するイベントを1つ紹介してきましたまあ皆さんもね参加するイベントとしないイベントあると思うんですがこのチャンネルではですねこんな感じで注目イベントなどをすぐに取り上げていきますのでぜひポケモンに関する攻略情報や最新情報を知りたい方はこのチャンネルをね ぜひ登録していただきたいと思います。で、ついでにね、この動画の高評価もしていただけると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。 Destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm stoked, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made.